構遠いけど、エアドロ落としたな。行ってみるか。米粒よりも小さいから間に合わないかもしれないけど、ちょうど武装してるし、走ってってみるか。走ってってたらワンチャン風化拠点とかも見つかるかもしれないしね。いじめないでくれ、俺を。いやー、なんとなくだけどサプライシグナルのような気がする。なんか向こう側に多分湖があって、その近辺に結構デカめの拠点があるんですよね。もちろん外壁巻いてるから多分外壁ないで投げてるかも。てかもうすぐ着地するし、全然間に合わなかった。サプライかな。あ、あれだ。もしかして頑張ってここまで走ってきた甲斐がある。岩の間に落ちてるんだけど、回収されてないっぽいっすね。ほう。MP5 ゲット。常勤美味しいね。あれ、注射器が刺せない。落ちたか？箱も開けれない。落ちたな、これ。頼む、戻ってきてくは？そんな最悪。え？全回収されたんだけど。マジで？めっちゃ巻き戻しされて回収された。なんかサーバー落ちたっぽいんすけど、え、どういうことだこれ。みんな一回サーバーから退出させられたはずなのに、しかもまた石とか硫黄とか取れないんだけど、おかしい。そんなズルがあっていいのか。ものの1分ぐらいの間に全部装備奪われちゃった。ということで、あれからですね、だいたい半日経過しました。まあ、少しだけプレイしてみたんですけど、まあ、いつもと変わらずできました。何だったんだろうね。やっぱサーバーの調子が悪かったっぽいですね。で、自動販売機拠点で湧いたので売り上げを確認したいと思います。スクラップ280売れました。在庫管理ほとんどちゃんとしてなくて、まあ、ワークベンチ売れたりとか、リボルバー売れたり、まあ、注射器売れたり。で、テオノとかツルハシも全部売れましたね。で、まあ、ガレージドアも、作れたら作ってまた在庫を入れておきたいと思います。ちょっとめちゃくちゃ暗くて見えづらいんですけど、売り上げを、拠点に戻したいと思います。いや、にしてもな、エアドロ拾えたのにね。めちゃくちゃもったいない気がするわ。エルクロ撃ってるな。結構周りで争い起きてるけど、久しぶりに、まあ、常勤集めにトレインヤードのモニュメントパズル行こうと思います。まあでもな、トレインヤードモニュメントパズル回られてそうだな。雨やだな、止んでほしい。お、点火されてない。湧いてるね。全湧きパターンかも。常勤おいしい。ダブルバレル。点火。ラグい。武器ボックスがたくさん湧いてる。カスタム SMG だ。このサバイバルで初めて見たかも。リボルバー？ラスト。前だれ。帰らせてくれ、頼む。やば。ヘッドは嫌だな。上から狙ってたっぽいね。やめてくれ。よし。無事に着きました。施設とセーフゾーンが近いからね。走って逃げてきやすい。
分解していきましょうか。常勤的には36か。まあ、この辺分解したらもっと手に入ったんだけどね。よし、無事帰宅。梱包レイドしてる。走ってるな。うわ、あれ結構強そうだぞ。うわ、二人組だな。え？よくわかったね。やっぱサイレンサーつけるべきかな。お、なんか馬乗ろうとしてる人がいる。撃たれてる。やったぞ。いって。遮蔽物ないと多分あされねえな、これ。この MP5、俺の MP5 だ。やべえ、逃げれねえな。うめえんだよな。めっちゃ当ててくるわ。いや、エイム悪い俺の。ダメだ。美味しい。俺を倒したやつは結局魚振られてたね。お？俺の装備奪った。分解しよう。無事帰宅。敵発見。やった。多分人はいるんだろうけどね。みんな拠点で何かしらしてるわ。ロケット施設に敵いるな。ここにアイテム入れてロケット施設行ってみるか。モニュメントパズル回ってるやつがいるかもしれん。開いてる。求めてた人とは違う。え、ハッカーがこの辺いるらしい。この辺にハッカーがいるから気をつけろって言われた。忠告通り、引くか。無事帰宅。今日ね、ちょっと調子悪いんで、最後に拠点強化をしようかなと思います。窓枠つけたりとか、あと屋上部狙撃できる場所を作ろうかな。ソーラーパネルをまず取り外しましょう。銃声してるね。よし。
銃眼つけていきましょうか。残りの銃眼もつけまして、よし、すごい形になったな。一応こっちの側面にいるときは下打てるっていう感じですかね。下から見たらどんな感じなんだろう。やっと拠点を強化しましたね。こう見るとダッセーな。なんか生き狩り拠点みたいになってる。ものすごくダサい。初めてこんな感じで強化したわ。まあもしかしたらこれで、拠点レイドの対象になるかもしれないし、まあ中をねもうちょっとガチガチに固めておけばワイプまで抜かれないかもしれないですね。あとまあそろそろね洞窟も取り始めたいところではある。